時は幕末。黒船来航により日本は激動の時代へ。京都では守護職の命を受けた若者たちが幕府打倒を目論む輩を取り締まっていた。 ところが幕府に盾つく者たちを取り締まるはずが、ひょんなことから 2016年に タイムスリップ。これはそんな彼らが現代社会で悪戦苦闘する日々を描いた奮闘記である。 やっぱりこの季節はそうめんですよね。そうですか。しかしなんでコップなんですか。これしか器がないんだから仕方ありません。いや、そばチョコありましたよ、台所に。本当に？はい、こっちです、こっちです。どこにあった。あっちのあの下です。いや、絶対飲んだ方がいい。いや、本当に美味しいんですって。 さっき僕も飲んでびっくりしたんですから。なんて言ったっけ。コーヒー。そう、でもちょっと苦いんですけど美味しいんですよ。あ、ちょっと取ってきますね。コーヒー、ん、どこだ。おい、これじゃないのか。お、 これです。ありがとうございます。あ、大丈夫です。僕の分は自分で過ぎます。いや、本当にもう一回飲んだらびっくりする。本当に美味しいよ、これ。乾杯。いや、本当に美味しいんですって。そうなの？なんかめんつゆみたいな色してる。どうです？正直、まずい。 まるでめんつゆのようだ。だがここで俺がまずいと言えば沖田は悲しむだろう。俺は沖田の悲しむ顔など見たくはない。おいしい。でしょ。もう遠慮せずにどんどん飲んじゃってください。ああ、まずい。めんつゆのようだというかめんつゆそのまま飲んでる気分だ。俺もめんつゆは嫌いではないが、 ごくごく飲むようなものじゃない。だが俺がそれを指摘すれば沖田が傷つくだろう。俺は沖田を傷つけるわけにはいかないのだ。うまいな、これ。でしょ。もうどんどん行っちゃってください。はい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 。<笑>はい。<笑>もうどんどん飲んじゃってください。 なんだこの味は。めんつゆと謎の液体が混ざり合い、口の中で地獄のハーモニーを奏でている。正直こんなもの飲めたもんじゃない。だがしかし俺がここで飲むのをやめてしまえば沖田は泣いてしまうかもしれん。俺はもうこれ以上沖田の涙を 見たくはないのだ。え、土方さん。え、土方さん、え、どうしたんですか。優しい言葉はたとえ簡単な言葉でもずっと心にこだまする。え、土方さん、お前は俺のものだ。 あなたたち幕末から来たイケてない人たちってのは。何なんだいきなり。聞いたわよ、坂本ちゃんから。坂本ちゃん、知り合いでしょ。坂本龍馬。あ、カニの。あなたは篤姫よ。篤姫、徳川家に嫁ぎ13代将軍の妻になった彼女。 タイムスリップし現代ではスタイリストをしているらしい。坂本ちゃんから
あんたたちの服がダサいからって見てくれって言われてきたのよ。俺たちはこれでいいんだ。あんたたちいつまでも幕末引きずってるじゃないわよ。大体その服赤穂浪士のパクリでしょうが。パクリではない、リスペクトだ。覚えたての現代語使ってんじゃないよこの野郎。いいか、私が今からコーディネートして差し上げる。ということで、あつひめプレゼンツ新選組ファッションショー、エントリーナンバー1、近藤勇。近藤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 、新選組の衣装を現代風にアレンジしてみました。かっこいい、似合ってる、しっくりきてる。あ、コンドゥコンドゥ、エントリーナンバー2、Hijikata Toushizo。 ワイルドな男の魅力を表現してみました。ペアルックみたい。このままいけるわよね。ザギンあたりよね、大人の男って感じ。それは嬉しいな。エントリーナンバー3、Okita Souji。 大丈夫だよ、マジで。だいぶ知ってるよ、女子やん、美脚じゃないの。足細っ、細っ。エントリーナンバー4、サイトハジメ。アイドル意識してみました。なんか古い着心地いいんじゃない。すごいですね、動きやすいというか、もう今に戻りたくなるような感じ、ね、いい動きがいい。ちょっとローラースケートでも履きたい気分じゃないねえ。エントリーナンバー、Yamanami。 これは外に外出歩けないです僕。いや、いけるいける、私本当はブリーフにしたかったんだから。人はその制服の通りの人間になる。感じるままに進めばいいんだ、この道の先だ。斉藤、僕と思ってる、なんなら真剣でもいい。覚悟、岡田伊蔵、岡田伊蔵。